ペンタミジンはニューモシスチスジラベキーによるニューモシスチス肺炎の治療薬である。PCP は重症間質性肺炎であり HIV 感染症の患者にしばしば見られる。ペンタミジンはステージアイガンビアトリパノソーマの治療の主要薬剤でもある。商品名ベナンバックス。日本及び米国で気象疾病用医薬品に指定されている。また、 風筆水薬品モデルリストに収載されている。日本での効能、効果は、ニューモシチス肺炎である。ペンタミジンは、抗がん剤治療で、免疫力が低下すると考えられる患者の PC、PCP 予防にも用いられる。PCP を治療しない場合の死亡率は、非常に高い。ペンタミジンは他にもリーシュマニア症やカンジダ症にも、高い臨床効果を持つ。 また、白血病を治療中の小児に対する感染症予防にも用いられる。急性のニューモシスチス肺炎の治療では、同容量では、ペンタミジンの有効性は、ST5 剤と同等かやや劣るが、臨床的には、ST5 剤の方が高容量であり、高容量 ST5 剤は、肝炎、骨髄抑制、人毒性、重篤な皮膚障害などの副作用があるので、結果的に、 ペンタミジの方が忍ぶ広姿勢が高い。さらに ST5 剤はアレルギー反応が多い。PCP の治療にはペンタミジに 4mg、kg を1日1回静脈内注射し14から21日間継続する。21日間を超えて投与を継続すると副作用が増加する。また筋肉内注射は進められない。 ペンタミジンの効果は治療開始後2日に現れ、下熱及び呼吸機能が回復する。6から8日以内に胸部レント現像が改善したら治療は成功である。患者の50から70%が治癒する。重症の免疫不全患者に対して PCP の一時予防を実施する。また回遊後の PCP 患者に対して再発防止目的に二次予防を実施する。どちらの場合も ペンタミジン液をネブライザーに装填して 300mg 月を吸入投与する。一時予防の場合、無予防の場合と比べて PCP 発症を70%抑制する。エアロゾルの吸入投与は特に第一トリメスターの妊婦への投与に適している。ただし吸入投与は排除用の否定系 PCP 感染の原因にもなり得る。 リーシュマニア症や睡眠病の治療のために、フーや CDC が開発した治療スケジュールが存在する。癌化学療法剤としての使用も提案されたことがある。重篤な低血圧、低血糖、不整脈が生じることがある。動物実験で、後期死亡時数の増加、過骨の遅延が報告されている。入場中に移行するか否かは、添付文書。 インタビューフォームともに明言されていない。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、ショック、アナフィラキシー、スティーブンス、ジョンソン症候群、サクラン、幻覚、急性腎不全、QT 延長、心室性不正脈、高度除脈、低血糖、高血糖、糖尿病、水炎である。その他、5%以上に発現する副作用として、悪心、嘔 BUN 上昇が記載されている。アミノグリコシド系抗生物質、アムホテリシン B、カプレオマイシン、コリスチン、ポリメキシン B、バンコマイシン、ホスカルネット、シスプラチンなどの人毒性を有する薬剤を続けて、投与する場合には、慎重に観察すること。基本的な治療薬であるにもかかわらず、原虫への作用基準は知られていないが、ミトコンドリアの機能が関与していると考えられる。 指キチンに作用していると思われる。ペンタミジンはプリン受容体によりトリパノソーマの虫体内へ取り込まれる。この寄生虫はアデニンを合成できないので、宿主からこのヌクレオチドを取り込む必要がある。この取り込みによって、虫体内に M 単位の薬剤が蓄積され、DNA に対する酵素の作用が阻害され、虫体を駆除することができる。ありがとうございます。